んと自己紹介しないとダメだよ。はい、もぐ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 パー。ほら、ちゃんと喋らないとダメだよ。番組にならなそうだな。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いですか。私なんか言ったらまた決まってたんですけど髪型。めっちゃ可愛いじゃん。ちいかわめっちゃハチワレじゃん。なんか色も相まってね、すごいハチワレじゃん。こだわったんだよ、ちゃんとセンター分けにして。トヨタさんがちいかわになりたいっていうところから始まったそうですが、ちいかわになった。ハチワレミクの写真を撮って駒形のゆりりんに送ったら、うん、大喜びしてたよ。よかった。ぶっ飛ばされるかと思った。ちゃんとわわハチワレだって LINE で返ってきた。え、本当に。うん、チーカーみたいなリアクションで帰ってきた、ね、気使われてない。大丈夫で、ちゃんとそのミクがすいませんって言ってたじゃん、うん、ユリリンに。だからすいませんって送ったら、なんでお腹いっぱいだよって。ありがとう、来ましたんで。優しい、よかった、はい、8割ガチ勢のユリリンにも認めてもらったん で、ね、ドキドキしましたわ。はい、よかったです。クオリティが高い感じで、少しでもね、なんか近づけたらとメイクさんが頑張って前髪を分けてくれました。かわいい。ありがとう。超かわいい。うちら超かわいい。ちゃんとなってる？なってる。ちいかわに。もえさんが求めてたちいかわの2人になれた。なれてる。喋り方もちょっと真似してくれてた。うん、でも難しいね。子役だからね。子役の声は出んよ。本家子役だからね。うん、8割しか喋ってなかったね。気づいた、うん、そう、8割しか喋れないから。めちゃくちゃ喋るじゃんと思った。可愛かったでしょ。うん、可愛かった、すごい、はい、今日はちいかわと8割でお届けします、はい、頑張ります。やばい、来週もミク始まるじゃん。ライブツアーが始まります。神戸で初日。ちなみに番組が調べました。はい、5月6日の初日。はい、天気予報。はい、今のところ雨時々曇りです。セーフ。雨じゃないもんね、時々曇りだから。危ない。危ないね。これはセーフだよね。いい初日を迎えられそうね。初日の滑り出しとしては最高だよね。最高ですよ、うん、よかった。雷雨とか豪雨とかでなくて、うん、これはミクの中ではセーフだね、うん、あと3日あるから。そうそう、3回あるから。神戸で、うん、もしちらっと雨が降ったとしても次名古屋が晴れるかもしれない し、うん、し東京が晴れるかもしれないんでね。もう3回あれば絶対どこかは晴れるでしょ、うん、そう、大丈夫よ。大丈夫。前回も大阪がめちゃくちゃいい天気だった、うん、おー。で、まあ結果の東京であんなことになってるけど。ちょっと東京が怖いね。そうなってくるとね。ちょっと晴れすぎちゃうと、それはそれでなんか雨女パワーを、ね、バランスがね、うん、そう、ギュッとこう溜め込んでる感じになっちゃうから。じゃあ逆にさ、ちょっとずつ、そう、うん、これぐらいがいいのよ。雨時々曇りぐらいが続いた方が発散されて、うん、散りばめられてパワーが、ね、晴れても怖いのか、うん、いいんじゃないかな。確かにね、いい滑り出し。いや、これは素晴らしいですね、はい、頑張りたいと思います。応援しております。はい、それでは始めていきましょう。ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。ねえミク、うん、生まれ変わったら何になりたい？かわいい犬かな。そっか。そういう萌さんは？私はね、朗読劇ドリアン・グレイの肖像に出てる私になりたい。え？要約すると？はい、朗読劇の準備中です。お、準備中。5月7日、もうこれもすぐですね。本当だ、ミクのライブの次の日だ。そんなことよりって言うとあれだけど、うん、いつからドラマ仕立てになったの？ちゃんとあれでしょ、あの編集の時に枠つけてくれたでしょ。なんか上下黒になるやつ。なんか急にこの急にギュッてなるやつ、ギュッてなって、なんかちょっとセピアがかるやつ、がかってんのかな、にやってくれてるでしょ、きっと、うん、
そうやっぱね突き詰めたらコントってドラマになったんだってまあっそっか、まあ、言われてみたらまあそうかもしれないけど、今の流行りはドラマかなって気づいたんだって。今の流行り流行りとかあるドラマに、ずっとあるけど流行りに乗っかろうって、今の流行りはドラマなんだ、うん、書いてくれたみたい。知らなかったな。素晴らしいね。そうか、うん、素敵な台本だった。そうだ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。朗読劇楽しみにしててください。なんかめちゃめちゃ内容も考えさせられる、あの、うん、年を取るのが嫌な少年の話。私みたいでしょ主人公が。そう、美しいままでずっといたいっていう、うん、なんか自分の美しさに気づいた時から、うん、もう この世の老けとかそういう悪いこととか全部僕じゃなくて肖像画に出ればいいのにっていう願う少年。肖像画に、自分の肖像画っていう話だから、ちょっと感情移入がすごいできた私がその少年ではないんだけど ね、 ねストーリーがおもろって思って、もえさんにそっくりな、そっくりな少年の話でした。思ってるんだね。してそれは怖いことなんだなって知りました。あ、その思っていることが若さへの執着って刺さるね、うん、すごい刺さる内容ですので、ぜひ、ね、はい、見に来てください。ゲコゲコ、おい、ちょっと待ってゲコゲコ、ちょっと待って、カエルするときは人に見せるように作るんでしょこれしか作れない。それは自分に対してのカエルでしょ。ここでいいじゃない。人に対してはこうやって作るんだよこうやって、これでいいじゃない。自分はこう、どうなっちゃってるわけ。自分はこうね、人はこう、わかんないわかんない親指をクロスさせるでしょ。親指クロスさせて、はい、次もクロスで、そこに対して指をかけて、上の指を目を作って、でそのまま下は口、ほらこうやって、なんかキモいなんか口がキモい気持ち悪い、なんか違う、何これ、なんか違うね、ほらこう、いやそれもキモいよ目が出すぎなんかな。でもカエルでしょ。そうそうそう、で上を絡めて、あ、そうそうそう、目が出てない、あ、そう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 、で、それを下にして口作って小指が一本余っとる。それも下に口、それも口、余った。あ、できたできた、動かしてみて、そこじゃない、動かすのパクパクパクキモいな、食べ方キモいな、下で、下をパクパク、台本どころじゃない進まん、許してよこれで、これね、こっちで許してよ、こっちで、こっちでやんの、じゃあやり直してよ。ゲコゲコ、ねえ萌さん、うん、明日世界が終わるとしたら何する？パーティー。ゲコゲコ、ぶれませんな。ミクは？私は歌うかな。え？要約すると？はい、ミクさんライブの準備中それはそうさっきまで散々喋ってた、その話してたねライブの準備中だねっていうのと、あと AC100人展の音声ガイド、はい、音声ガイドをやって、はい、せんちゃんまたやってるね、今回もやらせていただいておりますので、はい、っていうお話でした。めちゃくちゃ豪華な石さんがたくさん出ておりますので、その話1ミリも出てない。結構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 不思議ちゃんなキャラ設定にされてたね、これなんか、うん、ねまた不思議な映画みたいなたまにあるからね、こういうなんか、うん、しずるのコントみたいやっぱ結果コントって突き詰めるとドラマになるんだ ね、うん、やっぱドラマになる ね、いいドラマだった、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではメールを紹介します、はい、キラキラネームトウケさんからです、はい、ミックモイシピクシーズ、ピクシーズ、先日ふと食べたくなったので懐かしの駄菓子かっこきなこ棒を大人買いしました。ある、懐かしい。小さい頃はもらったお小遣いで少しずつ買っていたのに、うん、今ではまとめ買いしても安く感じてしまいますね。お二人は最近何か大人買いしたものはありますか？ですって、大人買い、大人買い、うん、いっぱい
買ったりとか、あんまり値段気にせず買ったものとか。全部やば全部全部値段気にせず買ってる。ああ、チーカーになればいいと思ってる。あ、よくないよ。でもね、気にしてんだよ、こう見えて。こう見えて、うん、最近歩いてるの。歩いてる？そう、今までタクシー乗りすぎてたなって思ったから最近歩いてんの。あ、健康的で。そう、節約もできていいんじゃないですか。徒歩10分とかタクシー乗ってたけど、はあ、今はもう歩いてんの。それは歩きな。でしょ、うん、で絶対に歩いた方がいい。すごい偉い。それすごい偉いの。すごい偉いと思う。割と当たり前だと思ってたけど。ミク歩くもんね。私はまあ歩くのが好きなから。そうなんだよね、歩くの好きになりたい私だって歩いてたら楽しさが見つかってくるよ、うん、あ、上を向いて歩いてる。ちゃんと上見たり下見たり横見たりいろいろ見ていろいろ見て楽しんでるよ。飽きない？飽きない。タクシーの方が絶対に飽きないでもね、それに気づいてきた最近ね、うん、ようやく住んでる街をね散歩したの。ようやく？そう。そうなんだ。周りにね何があるかとかね意外と知らなかったの。まあ、タクシーで行き帰りしてたら寄ることないもんね。まあね、電車も乗るから、うん、駅から自分家までにあるお店しか知らなかったの。ああ、その道の中でね。そうそうそう。でもそのそうじゃない場所に初めてお散歩がてら行ってみたの、うん、なんかめちゃいい神社あった神社発見した神社見つけた。それ一番だって家から近い神社ってことでしょ。そう、そこお参り行かないとじゃん、好きとしては。だからちゃんと挨拶したの。遅いよって言われてるかもよ。そう、いついつから住んでます、挨拶遅くなってごめんなさいってちゃんと言ったえらい。そのままねタクシー乗らずにお散歩してほしいな。最近お金の使い方えらいよって話。全然大人買いの話からはそれていましたけれどもえらいなって話でした。そう、えらい、はい、えらいね、うん、えらい。続きますように。すごいえらい。見ありますか、大人買い。うん、私もそうね、お金の使い方っていうか節約はすごい好きだから、うん、そうやっては100円貯金とかしてるんですけど。えらい。大人買いだとね、シール。あ、いいですね。最近文房具にハマってるんで。そうだ、ミク。ペンとか手帳とかシールとか大人買いしました。なんかさ、その子供の時に買ったものの大人買いがいいよね、そのきなこと一緒で。あ、そうそうそう、やっぱね、昔手が出せなかった子供時代は、うん、シールも1個しかダメって言われてたのに。大量に買えなかったもんね、シールなんてね。そうそうそう。とかね、あの手帳も1個だけとか。それを手帳は1個でよくないいや手帳もいっぱいあって買っちゃったよね手帳いっぱいも絶対いらないからね。手帳を3つぐらい買っちゃったよね。3つも絶対いらない。全部だって全部書き込んでんの。全部ちょっとずつ書き込んでるちょっとずつ、ちょっと用途が違うのよ。用途が違うの。そう、用途が全部違うのよ。スケジュールの手帳とかじゃないの。なんか日記用みたいな。そう、スケジュールの手帳、日記、まあ、ダイアリー、うん、あとまあ仕事用とか、もう3つぐらいもう全部使い分けて。それ持ち歩いてんの。今まずっと持ち歩いてたけど。3つ。そう、あと文房具のセットもがっつりさ、めっちゃシールとか、うんうんうん、ペンとかいっぱいあるから、もう筆箱じゃなくてもうこういうファイルに、ファイルっていうか袋に入れて持ち歩いてたの、はいはい、ずっと。重かったでしょうね。重かった。だからカバンでかいのかカバンはそうね、常に。あの3つ入ってたらそりゃそうだわ。そう、でかいんだけど。そう、それは大人買いして楽しかったですね、うん、いいね、シールはね。あ、終わりです。あ、終わりです。はい、番組では皆さんのメールをお待ちしています。メールアドレスはpixis@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしています。キラピク VR、 ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 レッツ萌えさん、いどん。ねねみく、土佐のオレンジラビットさんからなんだけど、うん、みくが一番可愛いと思う人のモノマネして、だって。一番可愛いと思う人。そう、みくが一番可愛いなって思う人の、うん、おっ一人で転んだ人。レッツミックサイド。ねえねえ萌えさん、はい、シルバーさんからなんだけど、はい、萌えさんからスマホやアップルウォッチを取り上げたら1週間後どうなってるか教えて。1週間後
あれもう普通に使ってる。新しいの買った。自腹で買ってました。ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 トヨタ萌と伊藤美久、どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集。たくさんの質問お待ちしています。ゴールデンウィーク特別企画、耳寄りニューススペシャル。はい、全国の耳寄り記者たちから寄せられた耳寄りニュースがたまりにたまっております。はい、これは問題です。ありがとう皆さん。私たちがサイコロで全然耳寄りニュースを出さないから。本当だよ、いっぱい募集してるのに。たまっちゃったので、時間が許す限り今回は紹介していきます。はい、ちなみにね、前回耳寄りニュース大賞やった時にさ、選ばれた綾鷹くんが住所を送ってきてくれないから、景品が渡せないよ。なのでこれを見たら、至急番組のメールアドレスに住所を書いて、僕が綾鷹ですっていうのを送ってください。はい、もしいらない場合はいらないというのをお伝えいただければ辞退します。辞退します。もう受け付けておりますので、はい、辞退します場合は書いてください。はい、まあ、今日は普通に紹介していく回で、対象を決めるやつじゃないのでね。はい、あれはまた別の時にやりましょう。はい、では早速、キラキラネームとりまりさんからです。マジエという言葉は江戸時代からあった。マジ江戸時代では芸人たちの楽屋言葉として使われていたそうで、当時も真面目の略語であったそうです。え、マジ、マジ、え、でもマジってさ、真面目って意味で使ってなくない？でもさ、真面目にっていうことでしょ。あー、本当に真面目に言ってる？え、マジ、それ言って本当に言ってる？真面目に言ってる？あー、じゃないの？そういうことか。うん、の君真面目だねーのマジじゃなくて、君マジだねーとは言わないもんね、確かに。あ、そっか、真面目に言ってるか、うん、じゃない？そうだね、うん、マジの使い方で言ったらね、マジかって言うもんね。うん、江戸時代では芸人さんたちが使ってたんだ。あ、急に親近感湧いちゃった、江戸時代の。江戸時代にでも私江戸時代すごい生きれると思うんだよね。え、なんかさ、江戸時代の方がさ、なんかいいよね。縄文時代に行きたいって言ってみたり、なんか、あ、そうだ、弥生時代がいいとか言ってみたり、江戸時代がいいって言ってみたり、どうしちゃったんですか。私一番は縄文時代だった。縄文時代に行きたいって最近言ってて。そう、マイブームだから今縄文時代が、うん、絶対無理だよ、だってアップルウォッチもスマホもないんだ。違う、絶対無理だからね。前も言ったけど、縄文は生きることがエンタメだから、うん、アップルウォッチとそういうことじゃないから、もう生きるだけが楽しいんだから。スマホの記憶をなくしてもらわないと多分無理だよね。でもいけるいける、絶対無理ですよ、萌えさんに限って。今は縄文ブームなの忘れてた。続いて、キラキラネームヨアビーさんからです。え、何回もの回と何度ものど、うん、使い分けの違いは、その次に起きるが期待できるかできないか。え、何回の回と何度のどの使い分け方は、次にまた起こるかどうかが期待できるかどうかです。例えば仏の顔も3度までは、4度目はない、うん、はあはあはあ、6回もドッキリを仕掛けられただと7回目もありうる。ほえー、相手がどう使うか、回を使うかで次を期待しているかが分かりますね。待って、それで発言するかな。そう、それ発言する側がその知識ないとさ、ないとさ分からんよね、それはね、うん、あ、でもそうなんだ。正しい日本語としての使い方はそれってことだよね、うん、もう何度もドッキリかかってるって言うと、もう次はない、次はないと思ってる。次呼ばれない、次呼ばれない、ドッキリ、ドッキリ番組にもう呼ばれない、うん、何回もかかってるじゃんだと次も期待してる。その違いわかるかな、わかるか、伝わるかしら。あ、でもそうなんだ、そう思って意識して使ってこう、うん、もう次はないからねっていうと、なんか怒ってるけど、何度目って言えばいいってこと。もうねえ、これ何度目、これ何回目だと次もやってもいいかも。いやいや反省しない、反省しないかも、相手が反省しないから。じゃあ怒るときは何度目っていう使えばいいね。そう、勉強になるね、これね。キラキラネーム春巻さんから、シマウマは馬よりもロバに近いらしい。
シマウマなのに馬じゃん。じゃあロバウマじゃん。馬じゃん。え、シマロバだ。シマロバ馬だとロバであり馬であっちゃうから、シマシマロバだね。そうか、うん、間違えちゃった組み合わせが、うん、シマロバ、ね、シマロバなんだ。あ、馬に近いのかと思ってた。ちなみにロバと馬の違いは何なんだろう。大きさ、顔、そもそも種類として違うのかしら。まあでも近いよね。すごく近い動物だよね。ビジュアル的にでもなんかロバの方がなんか小さい、大きいイメージは。あれ？あれ？ロバの方が小さいのか。なんか小さいイメージ。馬の方が大きいのか。の方が大きいイメージある。なんかロバに乗るってあんま聞かなくない？ロバ、ロバってあんま出会えないもんね。ブルーメンの音楽隊？そうだね。昔版。ブレーメンか。ブレーなんて言った？ブルーメン。青い男。青い男。ブレーメンだ。ブレーメンだ。ぐらいかな。でもロバさんなんか可愛い顔のイメージ。なんかお馬さんをデフォルメした顔って感じ。うん、イメージ。丸いイメージ。でもその種族的にシマウマはロバに近いんだ。へー、知らなかった。シマロバだね。シマロバです、うん、本当は。あらスイッチ、あれ嘘。サナリーさんから、キリンの鳴き声はもう嘘だ。牛じゃん、もうはさ。キリンだよ。だってキリンはもうって鳴かないよ。牛はもうって言うけどさ。そうだよ、キリンはもうって言わないよね。キリンのもうは聞いたことないし、うん、これはちゃんとその映像で見せてくれないと、うん、これは嘘だ。嘘だ。これは嘘ですよね。これは信じられません。でも鹿の鳴き声なんだか知ってる？鹿。鹿って自己紹介した。だからあいつ鹿って言うんだ。鹿って言ってるから、うん、ミンミンゼミとかと一緒だ。ポケモンと一緒。ポケモンだわ。名前がもう、あ、名前がもうそのまま鳴き声なんだ。鳴き声になってるパターン。あー、それが正解だわ。もうそれでいいわ。本当は鹿はキャーなんだって。え、怖いね。聞いたらびっくりしちゃう。そう、夜中とか聞こえてくると女性の悲鳴みたいな感じの悲鳴なんだけど、ね、鹿の鳴き声なんだよ。はい、耳寄りニュースでした。鳴き声知らないですわ。はい、もうが最後で終わりました。信じられないものが最後で終わってしまいましたが、はい、後で検証しましょう。ちゃんと、ね、ちゃんと見ましょう、うん、いやめちゃおもろかった。さすが、ありがとうございます。まだまだあります。そうなの、まだ本当にあるからまたやります。これ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上、特別企画耳寄りニューススペシャルでした。エクシズオキラキラ大作戦。皆さんからのお便りお待ちしています。ここで特別なメールを大募集、はい、次次回5月17日はピクシス結成8周年記念当日、はい、ということで皆さんの私たちの思い出を送ってきてください。あなたのファーストピクシスや好きになってくれたきっかけ、印象的なエピソード、思い出の品などなど、画像とかもあればぜひ送ってきてください。どうぞよろしくお願いします。お願いします。その他、普通歌はもちろん皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦への質問や、2択3択大作戦のどうでもいい2択、耳寄りニュース、キラピク VR 宛てのメールなど、何でもウェルカムです。ここでピクシス情報です。オリジナルアルバムハッシュタグモイシ10周年6月6日に一般発売決定、リリースイベントもやります。そしてもうすぐ5月7日東京 FM ホールで上映される朗読劇ドリアン・グレイの肖像、18日の回に出演します。チケット情報など詳細は公式サイトでお確かめください。そして、7月2日に科学技術館サイエンスホールで開催される豊崎亜希さんのおかえりラジオの番組イベントに出演します。そして、今月末5月27日には、石原香織さんの、キャリさんの番組イベントに遊びに行きます。なんとこちらもサイエンスホール。サイエンスホールめっちゃ行くじゃん、ね、よろしくお願いします。はい、フォースアルバム This One's For You 発売中です。そして伊藤美久ライブさん2023 Everyday is a Guest、 5月6日神戸国際会館、5月13日名古屋市公会堂、5月21日東京国際フォーラムホール A で開催です。ゲーマーズオンラインショップ内スタイルキューブショップにて一部ツアーグッズを先行販売中ですのでチェックしてみてください。うん、そして5月17日21時から新番組チーム伊藤の会がスタートします。イエイ。ミクラインの次の番組です。
わかりやすい。ありがたい。アーカイブも公開してますので、ぜひ YouTube で見てください。ご飯食べるのは変わらずやってくれるの？そうだよ。ご飯食べるために新しい番組作ったの。そっか。ご飯のために作ったの。ご飯食べる場所がなくなっちゃったから。気持ちいいから作った。で、もう一回ご飯食べる場所を作ったんだ。そう。で、しかもピクシスの誕生日の日が初回ですんで。お、はい、本当だ。放送の当日とミクラインの次の番組、はい、チーム伊藤の回がそのまんま見ていただければ、続けてみてくださいと思います。お願いします。そして7月1日にはね、我々の番組イベント、はい、サイエンスホールです。2公演あります。すごいね。よろしくお願いします。ニコニコ動画セカンドショートチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版は YouTube でも配信されてますので、ぜひそちらも楽しみください。ちょっとあのキリンの鳴き声を確認したんですけど、うん、まあその前に一旦そのミックが思ってたキリンの鳴き声やってもらっていい？うん、キリン。これもポケモンタイプのキリンさんでございます。全部できますからね。これ全部できるね。何の動物でもできるから。ロバはロバ。ロバ。うん、でもちょっとイメージわかる。やっぱちょっとなんかぬめっとしてる、はい、なんだろうね、こう。そう、なんか低めかなって。うん、低めなイメージ、ね。これ何でもできるね。キリンはやっぱちょっとなんか目パッチリしてる感じ。パッチリしてリンって感じですね。うん、いるしね、ポケモンにね、うん、実際。まあ、実際のキリンすごいもうってこう、うわーって感じだった。でもなんか牛かなんだって。あ、そもそも。そもそも牛なんだ。だから鳴き声が似てるのはもう。そのまんまそういうことらしい。ちゃんとって言ってたよね。低く響く感じだった。低くはちょっと想像と全然違くてびっくりした。耳寄りニュース。すいませんでした。疑ってごめんなさい。ごめんなさい。どうでした。ありがとうございました。それではそろそろお時間です。お相手はトヨタマエと伊藤美久、ピクシスでした。またねー。